どうもこんにちは「言ってはいけない中国の真実」という本を読んだのでいつも通り興味深かったところをまとめていこうかなと思います。 著者は橘明さんでですすすね。ね、えー。すごく面白かったです、ね、で中国でパソコンを買うにはっていうのがまあ最初に書かれててこれはすごい興味深かったですねでもね一つ一つパーツを確認し写真を撮って目の前で組み,て組み立ててもらわないとダメなんですってなんでかっていうと、えーまあ、中国人が変なことするからですねで変なことするんだけど中国人は相手を騙すっていういなんかそういう気持ちはないらしいんですねただ単にその中国の社会には信用という資源が枯渇しているらしいんですよいや面白いですねでその理由って何なんだと なんで人をそんなに信用できないんなだって言う,うとその理由はものすごく単純で中国には人があまりにも多いんですってあまりにも多いからなんかそういうね資源がね枯渇しちゃうんですねその信用っていうねいや面白かったですねでこの人口があまりにも多いということから考えると、まあ、中国のいろんなことが分かりますよって言ってましたであこれもねすごく面白くてえー、っとなんでって 東洋洋と西洋でこれほど違ううのののかっていうのをその米と小麦の話からんでこんなに違うのか人口が違うのかっていう話なんですけど、まあ、小麦っていうのは毎年植えると土地が痩せて生育が悪くなっちゃうんですってだから農家っていうのは小麦を収穫,収穫した次の日は羊などを放牧してその翌年は休耕することで、まあ、地面の力を保ってたんですねでもそれに対して水田っていうのは水と一緒に土壌に溜まった毒素を洗い流すことができるからえーまあ次えー 毎年,か毎年米をガンガン作ることができるで日本でも暖かい地域だったら2毛作ができるで亜熱帯の東南茶だったら米の3毛作も可能なんですよねでだからこそ同じ土地の面積があった時に小麦より米の方がたくさん作れるよってこと、まあ、つまり人を、ね、養えるってことねだからこそ、まあ、たくさん人が増えたよって話だったんですね でそこからまた人権の説明もすごく面白くて、いや、すごく面白かったですね。経済学的に言えば、人権っていうのは人間の価格が高くなることだって言ってたわけね。うんで、まあ、なんで価格が上昇するかというと、需要の供給の法則によって、労働市場に流通する人間の数が足りなくなって、希少性が生じるからですって。まあ、すごい、だからさ、さっきここでさ、米がたくさんできて、人をたくさん養うことができるようになったよということで、人が増えたでしょ。人が増えることによって、うん、まあ、要は、 人間の価格が下がったって。ことなんだよねいいやーすごく面白いですよね人間のがが下がってで西洋だとあのいつから人権が登場したかっていうと,と、ね、それはね17世紀後、えー、17世紀に大流行したペストとか疫病によってあ、まあ、人口がめちゃめちゃ減ったわけね。でめちゃめちゃ減ることによって領主は以前のように農民を奴隷扱いできなくなった。 で、対空に不満があったらもう農民っていうのはさっさとその農地を捨てて他のところに行っちゃうわけねだからこそその人権というのが徐々に重要視されてで決定的だったのが産業革命ね産業革命で農村から都市の都市に工場の人々が移動することであらゆる産業で人手が足りなくなったそれがそれを解決するために植民地の獲得が始まったんだけど、まあ、それと同時にその人権というのが社会に広く受け,受け入れられていくらしいんですねいや面白いですよね人権というのはその17世紀以降に登場したものなんですよねうん面白いなと思いました で産業革命かあこの産業革命の話もすごい面白かったあ産業革命だね生産革命の話もすごく面白くて、まあ、西洋っていうのはより少ない労働者でより多く生産する資本集約型の生産革命やった、まあ、これも今そうですよね人工知能とかロボットとかを作って、まあ、ガン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 そのより少ない労働者でより多くのものを作っていこう、まあ、生産性を高めていこうって考えですよねまあこれ今の日本もそうなんだけど日本の江戸時代っていうのは違ったらしいんですよねその考えを持ってなくてで家畜を使えばもうよりね、えー、農作業を まあ、簡単にできるようになっていく。でも、江戸時代だと。えー 農村からら家畜が消えていったらしなんで,すよいや何でだって話なんですけどその理由はより少ない人で米を作ると失業者が溢れて村の秩序が崩壊するからだそれを避けるために日本では農地を家ごとに細かく分割し土地の所有権を絶対化して大規模農家が生まれないようにした上で村人全員が日々勤勉に農作業に従事することで食料の増産を図った日本では豊富な人口を活用した労働集約型の近辺革命が起きたのだってこれめちゃめちゃ面白いですよねだって今だってそのロボットとか AI が登場して、えー、なんだ人の仕事が奪われるだからちょっと不安になってますよねそういう 不安をさせないために、日本のよ。どれはわざわざ家畜っていうのをまあ少なくしてたんですよね。いやー面白い話だなと思いました。えっ、ー、とね。中国と日本の社会の違い。ああ、これもね面白いですね。うんっとね。日本ではまあ場所が最初にあって、そこで人々が協調していく方法が追求されたって。まあ、何でか？というとまあ、日本っていうのは山が多いからその平地が少なくて。まあ、田んぼ数の、ね、田んぼとか。 田,田んぼとかにでできるる量が限られてるんですねだからその土地っていうものがすごく重要なわけなんですよね。でその土地に、まあ、沿って生きていくって感じなんですよね。そうなると社会の流動性は低いってことになります。でそれに対して、まあ、土地がめちゃめちゃある中国だったら移動が、まあ、余裕なんですよね。で移動が下げられない。だからこそその土地に根付くというよりは、まあえーとね、人口が多く流動性の高い社会で生きていくには人的ネットワークなんですよね。人的ネットワークを張り巡らせて蒸発め少しでも有利な場所にライバルの先にして移動し宗教のような共同体を利用して 暮らしを立てるのが最も効果的な生き残り戦,戦略なのだと、えー、すごく面白いですねこれがその日本と中国を考えるでのかなりの違いなんですよねあれなんかちょっと変で中国は関係の社会ですね日本は、うん、なんだろうルールかルールを守っていく感じですねうんあ,あとこんなもんかなあ共産党の話もおろかったですねなんで共産党とか腐敗賄賂がねめちゃめちゃあるかっていうと 公務員の給料がめっっちゃ安いんですってでこれれげられないんですってなんで上げられないかというと公務員の数も膨大だからどこかを上げてしまったら公務員の全体の給料を上げないといけないでしょそうなったらまあ無理なんですって、えー、お金的にねだからその公務員になるとまあなんだ賄賂をもらわないと仕方ないよって話なんですよね <laughs> であと公務員っていうのは力を持ってるから贈り物が半端ないらしいんですよで えー、贈り物をもららったらそれ相応の返礼しないってことは贈り,を贈り物をもらっただけだと相手に服従したって思われちゃうらしいんですねだから贈り物をもらったら絶対贈り物を返さないといけないですよ。でもし贈り物を拒否したら、えー、精神障害。 扱いいいいされるらしいです、ね、いやーすごいっすよねねやごっよこういう社会だと、えーのまあ、より高額な贈り物を送りつけた方が価値らしいんですねだからもう贈り物合戦みたいになっちゃうらしいんですよ、まあ、つまりその賄賂ドというか腐敗していく社会になっていくらしいんですねという感じでまあすごく簡単にまとめていやこれねもっとまとめようとまとめようというかメモしようと思ったらマジで無限にメモする。 ことができるぐらいすっごい面白い本でしたねすごいい面白い本で、まあ、日本と中国の違いっていうのもわかるし中国の社会が何であんなに悪いことになっちゃうな,なっちゃうんだとかもいろいろね書いてあって、えー、すごく面白い本でした時間があった時にこれを読むのもねいいんじゃないかなと思いますということで今回は終わりますあ本当に、ね、ちょっと本当にこの本の中のごくごく一部しか、えー、メモできてないんでぜひ、まあ、この本を手に取って読んでもらえたらなと思います